商品レビュー専門の自閉です。ノートパソコン。夏使ってると暑いですよね。底の部分、触ると結構暑いんですよね。まあ、どうしてか、机の上に置いとくと全然空気が取らないんですよね。多少足があるから隙間がある。でも1ミリ程度なんですよね。ほとんど通気性ない。あとひどい場合ですと、クッションの上とかソファーの上、椅子の上、そういうところで使うと、もうぴったしついて、熱がこもりますね。そんな状態でパソコン使ってたら、パソコンの寿命下がります。まあ私パソコンなんかしょっちゅう変えてる、お金もあるよ。まあ仮にそういう人でも、急に壊れたら中のデータ、引っ張り出せないですからね。パソコンでお金稼いでる人、一日パソコン動かさなかったら、何十万の損失。そういう人もいるわけなんですよね。もちろんパソコン自体も高いから痛い。でも中のデータとか、パソコンが使えないという時間、その損失が大きい人もいるんですよね。その時に嬉しいもの。ひまわり SS 様から提供を受けました、フォネソの冷却パッド。こちら。6個のファンでマイルドに冷やしますね。これ見た感じ風がビュービュー吹くような感じがしますけど、そんなことないですね。静かに動きます。使い方、この USB のポートをパソコンに挿します。そしてここのつまみを調整すると回ります。かっこいいですよね。風量に合わせて光の強さ変わりますね。この状態でノートパソコンをここに置く。これでノートパソコンも安心です。まあ、あとこれ、USB のポートが2個ついてるんですよね。これどういうことか。一方がパソコンからの電源で、もう1個は何に使うの？ここにマウスとか USB メモリーを接続すると、認識します。それノートパソコンの USB ポートって貴重ですよね。まあ、スリムなものだと2個しかついてない。その場合これで1個使っちゃうと、ちょっと痛い。50% これで使っちゃうわけですからね。半分ですよ。でもこれの場合、1個使うことになりますけど、隣のポートにマウスとか接続すれば使える。ということは実質0個ってことなんですよね。これも嬉しいですよね。まあ、あとポートをどうしても使いたくなければ、USB の AC アダプターとかに接続してもいいですからね。それ通常は夏場の熱対策。あと古いノートパソコンを、ウェブサーバーとかサーバーとして使ってる人。そういう人も少なからずいるんですよね。でもノートパソコン、24時間稼働してると、溶ける可能性があるみたいなんですよね。私聞いた話だと、ノートパソコンにはバッテリーバックアップとかついててちょうどいいよ。っていう感じで24時間稼働させてたら、溶けて壊れてた。そういう話を聞いたことあるんですよね。だからそういう場合でもこのファンがあれば、壊れなかったのかなって思いますね。ですので自宅サーバーをノートパソコンに運用する人、こちらを使ってみてください。あと、ネットワークルーターとか、ONU とか、まあサーバーみたいなのもあるじゃないですか。あれも熱こもります。ネットワークドライブとかも熱こもりますね。その場合、これの上にネットワーク機器を置いとけば、冷えます。だから家庭のネットワーク機器、長く使いたい。トラブルを防ぎたい。そういう場合、こちら使ってみてください。まああと、ここの空気の流れ悪いな。そういう場合、これを立てかけとけば、空気の流れを整流するのにも使えますからね。まあいろいろな用途で使えます。まあ、冷却、コンピューターとか情報機器にとっては必須なんですよね。その時にこちらがあると助かります。夏場対策。ぜひフォネソのノートパソコン用のファンで乗り切ってみてください。ひまわり SS の提供。今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。